絶ンナンバーは、ケンジです。2014年、堺シティマラソンに出場します。えー、マラソンと言うたら、えー、2013年大阪マラソンを完走しました。完走したというても、8.8キロなんですけども、今年走る2014年、堺シティマラソンで、人生で第2回目のマラソン大会に出場するということになります。 ま、詳しく言いますと、開催日は2014年4月29日、火曜日、祝日。歴史と文化と緑の、林徳天皇陵と大仙公園を走ろう大会種目は、第1部から第4部までありまして、第1部は健康マラソン。4.5キロ。12歳以上で45分以内に走れる人、ということです。スタートは1時から。で、第2部は、ファミリーマラソン。これはもう年齢不問で、 一人でも何人でも行けるっていうことです、40分以内で走れる人。で、えー、第3部は、えー、男女10キロマスターズ。10キロね、えー。これは45歳以上。45歳以上で70分以内で走れる人。で、今回僕が出場する第4部。えー、男女10キロ一般。まあ、これ10キロですよね、えー。16歳から45歳未満。性別不も70分以内で走れる人。 えー、昼の12時25分からスタートっていう、えー、大阪マラソンで8 8キロで1時間5分で走りました8 8キロで1時間5分撮りながら走りましたの、ね、でだいぶ空時間はかかったと思います今コースマップを見てますけども、えー、スタート地点が任徳天皇陵の南側ゴールが大山公園の 中ということですね。給水ポイントが3カ所あるんですかああ、でもこの給水ポイント、大阪マラソンの時もかなり良かったですね。えー、大阪マラソンの時は、えー、寛大生の女の子たちが、まあ、とにかく見てください。大阪マラソンの時、こんな感じでした。顔がニヤニヤしながら、ちょっと水飲んでましたけども、サカシティマラソンの給水ポイントはどんな感じなんでしょうかかなりその辺は楽しみにし,してます。 絶ンナンバーは 1, 3,、<noise> 1234! 絶ンナンバー1234。裏はこんな感じです。これ見た時何やこれやと思ったけど、絶 <laughs> ナンバーやったやな。1234。大会本日は、必ずこのハガキ参加書を受付に提出し、絶ンをお受け取りくださいっていうことですね。そうやなぁ、1時間5分。 まあ、基本的にこう、ビデオを撮りながらね、ビデオを撮りながら走りますんで、思いっきり走りません。とにかくマラソンというのはもう楽しく走るつもりで行ってますんで、1時間5分ぐらいで走れたらいいかなと思ってます。1時間5分で走った後は、とにかくビールを飲む。ビールを飲んで楽しんで、次の日は足を棒になって仕事をしていきたいと思います。 結果は次の動画を楽しみにしていてください。現地でした。あー緊張するわ。